皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイ君です。さて皆さん、動物の森はご存知でしょうか？まあ僕もね、ポケットキャンプの実況何回かさせてもらったんですけども、まあね、とにかく可愛いキャラクターたちが多いゲームなんですけど、そのゲームの一番くじがね、17日、1週間ぐらい前なんですけども、17日に一番くじが発売されておりました。で、僕ね、もう当時というか発売ね、初期に、まあ、すぐさすがになくなると思って僕諦めとったんですよ、この一番くじはね。ところがどっこい、近所のセブンイレブンに結構ね、まだあったんで、ちょ買ってきました。いくつ買ったかは内緒なんですけども、何個か買ってきたんで、どの賞が当たったかを皆さんにね、今回見せていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、一番くじの、まあ、内容もね、軽く見せておこうと思います。 A 賞がね、葉っぱのクッション豆吉、かわいい。で、 B 賞がリンゴのクッションつぶ吉。そして C 賞もまだいいでしょう。 C 賞がとってもかわいいマグカップ。これめっちゃかわいいよね。やっぱコップとか結構僕好きなんで、コップ欲しい。そして D 賞アミーボ。このね、しずえさんとかトタケケ先生がね、結構いろんなお店ではもう販売がねされてないんですよね。もうすぐ売り切れてしまうから、この辺が当たってくれればめちゃくちゃ嬉しい。そして E 賞お出かけタオル、もうこれもねイラスト全部可愛いんですよ。そしてね、 F 賞の豆皿、これかなり実用性高いから F 賞も十分当たり。もう醤油入れたいよね、このタヌキのやつ。タヌキのやつなんかめっちゃ醤油入れたくなるから、ぜひぜひ欲しいところでございます。そしてラストワン賞、これはすごい、パステルカラーのティーポット。なラストワン賞っていうのは、まあ、最後の1個を買った人が、まあ、もらえる、おまけでもらえるみたいな、まあ、商品なんですけども、これもぜひとも欲しい。というわけで皆さんにおみ、あ、そうね、この写真ね、この写真見て、みんなすんごいドキドキするよね。で、これアップするやん、見て、化粧がねちゃんとされてるんですよ、この人。眉毛特にね。要するにこんな寝てるところを見してるにもかかわらず、まだ化粧を落とした私は見せないわよと。そういうね、なんていうか、こう、まだあなたのものにはなりませんみたいな、そういうすごいこう駆け引き、もう駆け引きがこの写真の中にもう全てが内包されてる。まだあんたの女にはなってないわよ、まだ私は。さあ、それでは早速何が当たったかを皆さんにお見せしていこうと思います。下のランクのね、下のランクから見せていきますんで、まず1個目当たった商品は、ドド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 ン、こちらでございます。 F 賞豆皿、欲しいと言っていた豆皿、見て、めちゃめちゃ可愛い。ちょっと中身見ていきましょうか。中身をちょっと開けさせていただきます。さあ、出てきました。ででででででーん、すまん、カメラが高性能じゃないからどうしてもこいつにピンといかへんねんけども、素晴らしい柄でございます。そして裏もしっかりと動物の森と書いてくれてます。可愛いね。これは醤油を入れたい。続いて二つ目いきましょうか。二つ目当たった商品は、ババババーン、 F 賞、見て、さっき言ってた醤油めっちゃ入れたい皿、豆皿でございます。さあ、中見ていきましょうか。これめちゃくちゃいいね、すんげー可愛いし、なんかしっかりした感あるね。そして裏はこんな感じ。あ、ちゃんとこの上がお金のマークや、お金のマークなってくれておりますけども、かなり素敵。醤油入れて寿司食いたい、もうまさにそのための皿でございます。素晴らしい。続いて当たった商品はこちらです。ババーン、衣装お出かけタオルでございます。というわけで柄しっかりと見ていきましょうか。さあ、では開けましょうか。こっから撮るみたいなんで、スススと出して、お、ええ感じですよ、ええ感じの柄でございます。こっちはね、ドドン、これは可愛い。裏はこんな感じで、表に柄があるという感じですね。いいやん、これもすげえ、そんな安い感じもしない、触り心地でね、素敵でございます。続いて当たった商品はこちらでございます。でーん、衣装出かけタオル、トタケケ先生、白い白い。そしてこのトタケケ先生、よく見てください、よく見てください、似てるよね、どう考えてもスヌーピー、よろしくお願いします。さあ、開けていきましょうか。では、バババ、おお、ええやん、ええやん、え、はい、これ表、あ、裏、裏こんな感じ、裏もええな、表こう、トタケケとしっかりか、え、これすごいいいな。そして裏もしっかりと今回は色がありつつ、裏にもトタケケ先生の姿が見えるという素敵なタオルでございますね。続いて
こちらバババーン D 賞アミーボでございます。これは嬉しいでね、これは中身がまだわかんないんですよ。ランダムで渡されるやつなので、この中に、シズエさんとかトタケケ先生が入ってくれてたらすごい嬉しい。最後にこれはね、でも見ていきます。そしてもうこのまま流れで D 賞、さらにもう一つのなんとサンディ賞いただいておりますんで、こん中にしずえさんがいれば非常に嬉しい。よろしくお願いします。そして続いての商品はこちらでございます。でれん C 賞、とってもかわいいマグカップ、これもめちゃくちゃ嬉しい。そして選んだ柄はまべつぶ商店のかわいらしい白っぽいやつですね。ドン。中身はこの、お、ええやん、こんな感じでございます。なんかカメラで見るとなんかさらによく見えるよね。で、裏もかわいいな、夏休みっぽくて、で持ち手がなんか葉っぱみたいになってて、おお、フィットするようで線、うん、フィットするようで、ここもなんかフィットすると思うやん、ここね。ところがどっこい、なんかちょっと入りにくいし、さらになんかこうつっかえてちょっと痛みもあったりする、なかなか素敵なコップでございます。かわいい。おお、裏にもしっかりとかわいいプリントがされております。かなり素敵なコップでございます。こっちいいよね、このフォントもすげえ好き、豆粒商店、うん、可愛らしいコップをありがとうございます。そして続いての商品はババ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 ーン、スヌーピーチャルマー。というわけで今回買ったのはこれにてラストでございます。皆さんありがとうございました。そうなんですよ、 C 賞までしかね当たらなかった。お店にはね A 賞も B 賞もあったんですけど、まあC までが、一番上の賞でございました。そして最後にね、まだメインイベントがあります。僕の中ではこれがメインイベントなんでございますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。というわけでアミーボの中身見ていきましょう。では一つ目いきましょうか。スチャンスチャン、まだ見てない、俺はまだ見てないぞ。手突っ込んで、じゃあキキアミーボしようか。キキアミーボ、おっと、こいつトゲトゲしいぞ。めちゃめちゃトゲしい、トゲしい、トゲトゲしいのが当たりました。さあ、どいつだ、せーの、ババババーン。お、誰やお前。ちょっと待って、こいつ誰や、ちょ、名前確認しようぜ。どうしよう、みんな。どこにも名前書いてへんから、この子の名前わからへん。めっちゃみんなににわかさらしてしまってんねんけども、この多分、ネズミ、いや、なんだ君は。君、動物なんや、もう何の動物かもわからんけども、なんかイケメン帽子野郎をゲットしました。ありがとうございます。それでは、続いて当たったアミーボは、うん、違うね。これ形違うけど、わからへんな。せーの、ダダン！おー、いいやん、いいやん。この、あれ何やったっけ？この子の名前。名前わからん、ごめん。改造さんの嫁。うん。改造さんの嫁、クラフトしてくれる改造さんの嫁ゲット。これ結構可愛いな、でも。こんな感じでね、可愛らしいアミーボをゲットしました。さあ、残り1個でございますね。これ、当たってないのかな？では、ラストアミーボ、行きましょうか。ぜひ、しずえさんが欲しい。形は、うわ、どうなん？これ、多分違うと思うんだが、さあ、開けてみましょう。しずえさん、お願いしましょう。せーの、ダバダーン！誰？なんじゃこの子、かわいらしいな。めっちゃかわいいな、この子顔。ちょっとよう見ていい？かわいい。見て見て。めっちゃかわいいやん、この子。え、この子いたっけ？ちょっとごめん。名前わからへんねんけども、やたらめったらかわいい犬かな？犬の子をゲットさせていただきました。ありがとうございます。というわけでね、しずえさんは当たらなかったんですけども、まあまあまあ、全体的に可愛いよね。真ん中のやつもイケメンでええ感じなんで、可愛らしいアミーボをゲットさせていただきました。ありがとうございます。それではいかがだったでしょうか。動物の森の一番くじ引いてみた、そんな感じの動画でございました。まあ、C 賞がね、まあ、一番いい賞やったんですけども、まあ、アミーボもね3つ当たったし、なかなかええ内容やったと思います。楽しんでいただけたらぜひね、皆さん高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこんな動画撮れたら撮っていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベイ君と、ずっと見守ってくれていたスンダ様でございました。バイバーイ。シュイーン。君めちゃめちゃ可愛いやんけ。今度お茶しない？え？
ちょっと今度お茶しませんか？